色は色は、白。白の首のここら辺。萌えポイント、くびれかな、僕は。Hey guys, it's summer and today we have come to the beach here in Yuigahana to ask the boys of Japan if they prefer girls in a hot swimming suit or if they actually think it's sexier if a girl wears a yukata, which is a traditional Japanese clothes. So let's go and find out and ask Japanese.じゃん、はい、今年の夏に何が女性が着たら一番ホットだと思いますか。はい、1は水着か浴衣、どう思いますか。もっと、マジでもうがっつり、よし、いい感じ。水着派、おー浴衣派です。おー、マジで浴衣派だ。自分浴衣派です。水着派なんで浴衣いいです。おー、よかったです。もちろん。いや、お前がこっち行くならじゃあ俺もこっち。こっちじゃねえ。浴衣か。浴衣ワンポイント。ずるい。違いない。ここでここでいいのか。よし。水着2点。浴衣。浴衣1点。水着。水着なんで何系の水着がいいですか。何系の水着。エロい水着。おー、エロい水着、ティーバッグみたいな。ティーバッグみたいな。おー、色は色は、白。白。あー、なんか純粋な感じ。純粋、俺純粋っす。あー、純粋だけど、エロい。なんか清楚な感じの方が。おー、自分はいいです。何色がいいですか。何色、まあ白とか黒とか。あー、白と黒の方がいいんじゃないですかね。おー、じゃあ、水着、何がいいでしょう。普通のやつで。普通の水着って何でしょう。普通のビキニがいいですね。はい、色とかは派手な方がいいですね。なんで派手がいいですか。良くないですか、夏っぽくて。なんか浴衣とかは負けちゃったんですけど、やっぱ露出してる方がいいっすよね。夏って言えばやっぱ、海とかでこうワイワイしたいかなと思うんで、やっぱそうなると水着なのかなって思います。浴衣のいいところを教えてください。やっぱり浴衣はやっぱ日本人、ジャパニーズのやっぱ風物詩なんで、水着なんでもいつでも見れるじゃないですか、やっぱり。でも浴衣はやっぱりこの夏限定ですし、まあ、水着もそうですけど、やっぱりそのなんですかね、希少種、いわゆる希少種、浴衣の方がうおーってなります。おー浴衣何、なんか色とかなんかこだわりありますか。いや、もう浴衣なら全然、自分も浴衣好きなんで、もう普段から浴衣着たいなぐらい、ジンベエ羽織ってるぜみたいな。おー、ジャパニーズビューティーみたいな。そうですね。浴衣の燃えるポイントを教えてください。やっぱり髪縛ってる後ろ姿じゃないですかね。うなじってやつ。うなじですね。じゃあこの首のここら辺、それが燃えるんですね。そうですね、やっぱ浴衣ならではのこの風流感じますね。すごい、なんか日本人って感じ。日本人なんで。じゃあこっちが水着派なんですけど、なんで水着でしょう。いやー、そうですね、逆に折り返してみると、水着も夏しか見ないじゃないですか。しかも夏ってなんか大体東京ってどこでも祭りやってるんですよ。だから外歩いててどこでも浴衣見れるんですよね。そう考えたら海でしか水着見えないじゃないですか。だから水着の方が逆に希少価値が高くて、まあ、この夏って言ったら水着ってもう俺の中じゃイメージですね。何系の水着がいいんですか。色か、色、水色水色ですかね。なんで水色でしょう。なんですかね、なんか、なんか、なんすか、なんて言えばいいですかね、純粋そうな色じゃないですか、わかります。こう、綺麗系っていうか、そういう感じ、なんか大人っぽい色って、まあ、そういうイメージですね、俺、水色。水着の燃えるポイントは。燃えるポイント、やっぱり露出が多いところじゃないですか。やっぱ普段は羽織ってるところがやっぱ見える。まあ燃えますよね。あ、やっぱり露出が多い、その分こう見ててね、楽しい。そう、楽しい、うん、浴衣も綺麗でいいけれども、やっぱり露出が、肌が見えてる部分、やっぱり、うん、楽しい。そうね、じゃないと海来ない。あ、うん、やっぱ女性見に。そうですね、うん、8割はね。
いや、でもちょっとだけだよ。ちょっとだけ。結構ある。これ結構ある。ちょっとだけ。ちょっとじゃない。結構ある。何の水着が燃えますか。やっぱり普通の単純なビキニのブラックだね。あ、ブラックだね。なんでブラックがいいですか。まあ、なんとなくだね。理由はないね。ただただ好き。その肌のと黒いビキニの色合い。いいね、うん、あの肌黒くて黒ビキニ。いいね。黒肌ですね。あ、黒肌派？完全に黒肌です。でもお姉さんぐらいの美貌を持ってたら白でいいっす。もう白でいいっす、それは。逆にお姉さん黒やだ。白がいい。今のままがいい。ありがとうございます。何の水着がいいでしょう。いや、ああいうようなやつでいいやな。ああいうような、今説明してくれますか。説明なんていうの、あれはビキニではないよね、だってなんていうの、こうここからここがつながってるやつみたいな。ああ、なんかスイムスーツみたいな。そうそう、で、ここがこう、こうなってる、こうなってるやつ、それがちょっと最近は惹かれますね。ああ、そうなんです、ね、そのお腹見えるように、普通のビキニよりなんかここら辺が見えた方がちょっと惹かれる。そうね。だから外人とかがよく着てそうな。そうね、あるね。そう、ここ全部こうつながってるやつの方がちょっと今、うん、そう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 、の方が惹かれる。あ、なんでですか。え、なんだろう。なんかへそが見えないですね。へそは見えないけど、その分このサイドが見えるからあんま 見ないじゃん、こんなとこって。あ、セクシー系。へそより、うん、セクシー系だね。セクシーね。うん、セクシーセクシー。焼けてほしいですか、それとも白い肌守ってもらいたいですか。俺は焼けてる方がいいね。夏の焼け感。うん、夏の焼けてる感じの方が好きだね。でもお姉さんだったらどっち。白い方がいい。やっぱりそう、うん、このままでいい、うん、このままでいい、うん、今がいい。焼けてるところのいいところは何ですか。あ、理由はないんだよね。あ、理由はないけど、なんかパッと見なんだよね。一つあるとしたら、うん、この例えばこの紐あるでしょ。紐をちょっとこうなった時に、あ、なるほど、ね、この境が、あ、焼けてる感じね。おお、そうそうそう、なるほどね。エッチだね。エッチだね。チラリズム。チラリズム。チラリズム。チラリっていう感じで、それがいいんだね。ずっと見えてなくていいの。そのたまに見えるのがいい。なるほどね。チラリズム。私も新しい勉強になった。ちょっと日焼けしてると、ちょっと日焼けしてないところの差が、うん、差がいい。エッチだね。やっぱ日本人ならではかなって思って、スイムスーツ、まあ水着だと別にどこでもいるし、浴衣の方がやっぱなんか可愛いか、なんか普段見れないからこそ可愛いかなっていう意見ですね、自分は。じゃあどの時のなんかどの感じの浴衣がいいですか。花火大会で一緒になんか浴衣を着るみたいな感じのが一番いい感じですかね、自分の中では。理想のルックはどうしますか。なんか自分が紺色で、相手がちょっとなんかちょっとピンクっぽい感じのがいいかなって思いますね。絶対いい。やっぱなんか女性らしいかなっていう。まあでも真っピンクじゃなくて、ちょっと暗めのなんかピンクというか、紺と混じったピンクというか、そんな派手じゃないけどちょっと派手なところもあるみたいな感じのがいいかなって思います。ここでちょっと真ん中に今線引いていただいたんですけど、どうでしょう、なんで真ん中じゃないといけないですか。選べない、まず選べない。じゃあ水着のいいところと、そして浴衣のいいところを教えてください。やっぱ水着はエロさ、セクシーさですよね、はい、で浴衣は逆じゃねえけど清楚さがちょっと惹かれますね。なんで結果選べない。じゃあその理想の浴衣と理想の水着の見た目は。あ、それむずいんだよな。なんか金魚流行ってるんですよね、あの浴衣。金魚だから金魚柄とかいいかもしれないです。あ、かわいい。水着はどうしますか。水着はもうセクシーですね。じゃあその両方選べない感じですね。清楚の浴衣かセクシーな水着が選べない。いいっすね、はい、最高。やっぱね、水着の方がエロいですね。水着の方がエロいですか。水着の方がエロいです。お、水着、なんで水着でしょう。もう海でしか見れないね。もう特別感、特別感。もうシンプル、シンプル。なんか変にヒラヒラとかついてないやつがいい。花柄とかそういうの長いですね。ハイウエストは嫌。
この辺までも嫌じゃないですか。あ、そのへそ隠ってる、隠してる、もうなるべく出してって思う。ちょっとそのつないでるはどうですか。そのつなぎのあるじゃないですか、たまに海外の。あ、こういうつないでるやつ。そう、つないでちょっとハイレグとか。いや、シンプルの方が好き。あえて頑張って浴衣選んでくれたので。あ、浴衣のいいところは、浴衣のいいところは、浴衣のいいところはいろいろあります。ね、帯ほどいた時にね、あれあれっていう、そうそうそう、多分やられたことあると思うけど、本当に多分すごい女の子はそれ全て求める。そう、いやめ、オッケー。萌えポイントとかありますか、浴衣の萌え萌えポイントね。ティーバッグです。いやいや、浴衣じゃねえ、浴衣、浴衣浴衣の中、それ萌えポイント、くびれかな、僕は。あ、まあまあまあ、オッケー、ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、Here we go! What's hot this summer? This summer we have the choice between swimsuits and yukata, which is a traditional Japanese summer wear that you see a lot at festivals. And the boys voted very, very clearly for the swimsuit. Let's see how many votes we actually have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.5 for swimsuits. Why, it's only 1, 2, 3.5 against. For the yukata. So you can see that obviously it was swimsuits. Now, did you think that was an obvious result, or did you actually expect the yukatas to win? We asked the same question to girls and we got some interesting responses from their side. So be sure to check out that video. So if you haven't seen that video yet, don't forget to subscribe and click on the notification symbol so you don't miss the videos where we ask the cute girls on the beach about what they think is hot, yukata or swimwear. You will find out. I hope you enjoyed this video and I'll catch you soon for another one on Ash Japanese. And let us know what's hotter for you, swimsuit or yukata.